それでは、データ科学の話をしようと思いますけれども、ニュートンの顔が出てますように、実験理論という従来の第一第二の科学から、軽コンピューターに、代表されますようなスーパーコンピューターによって、計算科学によるシミュレーションというのが、第三のパラ科学におけるパラダイムということが言われてきたわけですが、最近になって第四のパラダイムということで、データ科学あるいはデータ主導科学、データ駆動科学と、そういったことも言われるようになってきました。で、ここにありますように生データが散在していると、そういう状態から、それをきちんと整理してインフォメーションにして、その解析から新しい知見を得ると、ナレッジを得ると、そして、さらにそれから、知恵としてですね、問題解決を行う。で、それが AI 技術と結びついて、ビッグデータ関係いくと、そういう一言で言うと概念だと思っております。で、そこでデータ科学の課題というのを考えていますと、またこれ当たり前でつまらないメッセージかもしれないんですけど、実はこれ非常に難しいことで、より正しく言うと正確なデータがないと問題解決ができないと。正確なデータって何かって考え合わせて非常に難しい問題です。で、まず本当にそのデータ正しいのかと、ネイチャーで出てるから正しいとは絶対言えないと皆さんご存知の通りですね。で、そうすると数人のレビューアーによってレビューされるということだけで正しいとは言えないわけで、まさにオープンサイエンスとしてですね、客観的な検証、データの検証ができるような、そういう仕組みがぜひあるべきであると。それからじゃあフリーズしていくデータベースは全然使えないわけですね。で、常にデータがアップデートすると、そういう仕組み、バージョニングの仕組みと、これも非常に重要です。常に新しいデータを使いたいと、そういうことがあるわけです。で、さらにもっと深刻に、どうしてもデータがないんだということもあるわけです。で、ここが、これまでのデータ科学からさらに脱皮するべきところかなというふうに思っていて、これはまだこれからの話でありますけれども、一つは第三の科学であるシミュレーションをやると、これは比較的簡単だと思いますが、さらには、IoT と結びついて、パイプラインを作って実験までしてしまうんじゃないかと、ここら辺は今後10年20年という先のことかもしれないんですけれども、必ずしもデータがないから何もできませんよという、そういうことではないという、そういう世界になると思っております。で、今日は全体的な話はこれまでにして、実際の PDB というデータベースでここら辺のことをどうやって担保しているかと、その話を具体的な話をしようと思います。で、PDB プロテインデータバンクですけれども、これは1971年からでもう50年まではいかないんですが45年近く続いております。 XN 結晶解析 NMR、 そして最近ではクライオ電子顕微鏡によって、例えばこれはタンパク圏で新しく入ったクライオ電子顕の画像ですけれども、ちゃんとヘリックスが見えております。で、これは以前に同じ資料で解いた XN の結晶解析ですけれども、これ 3.7 オングストロムぐらい、3.7 ですか、今これは 3.4 オングストロムまで来たというふうに聞いておりますが、この解析は2年間かかったのが、これは2週間ぐらいで解けてしまったと、そういういろんな技術革新が今起きているところであります。で、簡単に歴史を振り返りますと、タンパク質のモデル構造を決定したのは1960年代ぐらいで、まだそんなに経っていないですね、50年ちょっとしか経ってないわけですが、もうその10年後にすぐに PDB というのが始まっております。で、これはオープンサイエンスということで、データをシェアすることによって、むしろ科学が発展すると、そういう先見の明があった人たちがこれを始めたわけですが、最初は7件というところから始まって、データを登録しオープンにするということを論文の発表のマンダトリーなことにすると、そういうことを契機として非常にたくさんのデータが集まるようになってきております。で、国際、以前はアメリカだけで、PDB というのは、運営してたんですけれども、それを国際組織にするというのは2000年代に始まり、今では、12万3千件を超えるデータが集まっております。で、これは我々のグループで、人はこれくらいの規模でやっているというのを見ていただければよろしいと思います。で、この国際組織ですけれども、アメリカのグループ、それから、ヨーロッパは EBI というヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティュートに PDB in Europe、PDBE というのが作られております。我々は PDBJ で、あと NMR の研究科学シフトをやっているジョン・マークレーのウィスコンスンのグループも加わって4社で行っています。で、毎年のように
諮問委員会アドバイサリーコミッティを開いて、それぞれのこの分野では構造生物学ですが、構造生物学を代表する専門家が集まってですね、こういうデータベースはこうやれっていう、そういうそのフューチャーに対するいろんな意見を言うことになっております。で、実は私はこれからこの講演終わったらすぐに成田へ行って、そこから今年の諮問委員会に出席すると、そういう予定でおります。それで、メンバーはどういう活用をするかといいますと、2つの大きな活動があります。1つはデータインということで、こういう国際組織の一員としてですね、データの品質を保つ。で、それからデータアウトというのは、共通のデータはダウンロードサイトを維持するわけですけれども、それに加えて、種々の自分たちの個性的なツールであるとかサービスを行うと、こういう2つの活動をしております。で、特にそのデータインの方ではですね、先ほど来言っております、データをどうやってそのバリデーションするか、それからバージョニングをするかと、それから新しいフォーマットなどもどんどん考えると、そういうことをやっておりますので、それを簡単に紹介したいと思います。で、これは、その登録なんですけれども、以前も大体PDBJ っていうのはアジアを対象にということだったんですけれども、今年の7月にですね、かなり自動的に、もう強制的にアジアから登録するものは全て PDBJ に来ると、それから南北アメリカとオセアニアは、アメリカの方に、それからヨーロッパとアフリカは PDBE というふうに自動的にこう割り振られるようになって、そこでアノテートされるという、そういう仕組みができております。で、これまで2000年からの蓄積量は、トータルでこれぐらいの量なんですけれども、大体アメリカが半分ぐらいで、日本とヨーロッパで4分の1ずつぐらいという、そういう量になっております。で、これが、WFPDB の国際組織のトップページですけれども、ここに登録サイトがあります。で、これをクリックすると、まずは全体の登録サイトが来て、ここに、その構造を解いたグループの PI がどこのインスティチュートにいるかと、そういうところでその場所を決めるわけですけれども、それをすると、例えば日本というふうにやると、日本のサイトにリダイレクションすると、で、日本アジアのところが出てくると、そういう仕組みで、これ以降は我々のグループのアノテーターがデータを処理すると、そういう仕組みになっております。で、トータルではこんな形でいつも出してますけれども、日本の企業が約4分の1ぐらいになっているわけですけれども、これもちょっとその方法論で見てみますと、これまで X 線が非常に多かったわけですが、そして1割ぐらいが NMR の構造決定だったんですが、ここら辺ですね、ごく最近のところを見てみますと、特に今年になると電子顕微鏡のがむしろ逆転を始めていると、そういうような特徴もあるということが見えてきております。それでデータのその品質を保つということの一つがですね、誰が解いてるのかっていう、そういうことについて、人の名前だけではなかなか分かりにくいと、特にその日本人とか中国人は、発音が同じ、ローマ字が同じでも、違う漢字で書いてると違う人だって我々は分かるんですが、国際的には分からないということで、OKIT っていう、そういう ID があります。で、日本ではまだそれほど広まってなくて、皆さんどれくらい持ってますかね。こういう16桁の、ID です。で、これは誰でも簡単に取ることができるんですけれども、実はこれは私の ID ですが、まだあんまり多くないので、ここら辺全部ゼロになってますけれども、これはどんどん増えてくることになると思います。で、PDB の方ではもう今年の4月からこれを受け付けるようになって、まだマンダトリーではないんですけれども、あと2年後くらいにはこれをマンダトリーにしようと、そういうふうに考えております。からこれはデータのバリデーションのレポートです。で、その構造を登録するときに同時に実験情報も今はマンダトリーで登録するようになっております。で、X線の結晶解析の場合には構造因子、NMR の場合にはケミカルシフトの値と、それからディスタンスの距離の高速、そして電子顕微鏡の場合にはそのマップという形で、これをマンダトリーになっております。で、これがあるとですね、その検証のレポートを作ることができて、これがほぼ自動的に作られます。で、これは最近では雑誌の編集者が希望するところを出さないといけないと、
そういうふうな状況にもなっておりますので、その我々はポリスではないと、データポリスではないんだけれども、客観的にこのデータはどれくらいの品質ですよということが誰でも見えるようにするという、そういう立場で、その、どれぐらい正しいかということを表そうと、そういうことをやっているわけです。それから、バージョンの管理ですけれども、これはごく新しい話でこれからやろうかということなんですが、これまで座標の値がちょっとでも変わるとですね、これまでのポリシーとしては、PDB の ID を変えないといけないと、そういうことになっていました。メタデータではいいんですけれども、座標が変わるといけないと、変えないといけないと。そうすると、論文上では ある PDBID でこう発表しているのに、PDB のデータベースからは違う ID になってしまうという、そういう非常に、いやらしいことがあってですね、それもちゃんとバージョン、こういうバージョン番号をつけましょうということになりました。でそれと同時に、皆さんもよく思うんでしょうけど、なんで PDB は4桁なのといういつなくなっちゃうんじゃないのという、そういう心配があったわけですが、この際同時に8桁にしましょうかという、そういう案も今は出ております。でこれに関してはパワーユーザーという人たちにアンケートを今取っている最中なんですが、バージョニングをするということは皆さん大賛成なんですが、その PDBID を8桁にするということは3割ぐらいの人が今反対をしています。でもちろん今まで作ってるシステムが全然動かなくなるからかっていう、そういうことがあるので、それに対しては安心してくださいと、今の4桁もしばらくは何年かは続けて使うと。でただその間に新しい方にそのプログラムをいろいろ変えてくださいという、そういうやり方で移行をしようと思っております。そしてフォーマットもですね、これまでは比較的小さなタンパク質だったので、鎖が62本ですか、それから10万原子までという制約があったわけですが、これを破る非常に大きな巨大構造が電子顕微鏡などで続々出てきたと、そういうことで PDBX と呼ばれる新しいフォーマットに変えようとしております。すでにもう434個もですね、のデータは、主に鎖の数が多いのが多いんですけれども、例えばここにありますリボソームのように非常に多くの鎖からできているものはもう通常の PDB フォーマットではリリースしないという、そういうやり方で PDBX だけでリリースすると。で、いろいろなツールは公開をしております。でこれは一月ほど前に、NII、国立情報学研究所の支援をいただいて、湘南ミーティングということでウェブベースモルキュラーグラフィックスの会を行いました。ほとんど海外の人たちばっかりなんですけれども、JMOL を作ったボブ・ハンソンなんかもいますけれども、こういう方々と一緒に、新しいモルキュラーグラフィックスはどうあるべきかと、そういうことを話して、例えば新しいバイナリーのフォーマット MMTHEP というんですけれども、マクロモリカトランスミッションフォーマットっていう、こういうバイナリーフォーマットも、これはモリカグラフィックス用に特化したフォーマットなんですけど、そういうものも提案されております。そして、新しいフォーマットをちょっとだけ紹介すると、これが今のフォーマットですが、これまでのフォーマットですが、横にちょっと伸ばしたようなものと、それからそれぞれのものが何かということについて、それぞれがちゃんと書いてあるという、そういうそれほど違和感がない形での、フォーマットになっております。でこういう新しいことをやると皆さんもう今のプログラム使えなくなると、そういうこともあると思うんですが、もうすでに多くのソフトウェア、ビューアーなどが、これに準拠するようになっておりますし、こういうウェブページを作って、例えばこういうウェブページではコンバーターが、PDB から MMCF へ、PDBX へ変える、あるいは PDBX から今のフォーマットに変えると、こういったものもできております。ちょっと早口で喋ってしまいましたが、次にはデータアウトの活用と、これがPDBJ のもう一つの成果になると思うんですが、これはPDBJ で、特に特化してやっている我々のページになっております。そしていろんなところにリンクを貼ったり、他のケグをはじめとして、IDR 名古屋大学の太田先生がやっている IDP とか IDR のデータベースですね。それから最近では、リガンドのアフィニティの実験データを扱っているバインディング、ミシガン大学がやっている、バインディング MORAT という、そういうものにもリンクをするようにしております。ビューアーもその自分たちで、WebGL で、見れて、そのを使ってですね、iPhone、iPad とか iPhone でも見えるし、その非常に大きなものでも非常に早く対応できるという、そういうグラフィックシステムも開発をしております。
前からその分子表面のデータベースも作っております。まあ、これもラージストラクチャーにも対応できるようにというそういうことをやっておりますし、これはプロモードというノーマルモード基準振動解析で、こういう大きな分子でも原子レベル全原子での基準振動を解析して揺らぎをダイナミクスを見せるというそういうダイナミクスのデータベースも開発しております。それから先ほど最初にお見せしましたように非常に電検クライオ電子顕微鏡の発達が早いのでそれに対応して、こういう電検画像を見る EMDB の見る EM ナビゲーターとかですね、それと、原子座標と同時にこう見るよろずみというサービス、それからさらには似たようなその形ですね、構造というよりは全体の形を、似たようなものをその、PDB それから電子顕微鏡のデータベース、それから消化酸難のデータベースとこういったものを、と横断的に検索するようなそういう面影サーチというのも、開発して、例えば全体的にもEM の形でこう検索をこれをクエリにするんですね。そうすると似たような構造が原子座標の構造もあれば、こういう形での構造も引っかかってくると、そういう検索なども公開をしております。で最後にここでの、データベースの統合ということについてちょっとだけ触れますと、まあ、以前からこの RDF 化というものに非常に積極的に取り組んでいて、他の WPDB のグループはあんまりこれに熱心じゃなかったんですが、まあ、PDBJ で開発した RDF、こちらはケミカルシフトですが、両方とも今国際標準として使われるようになってきて、他のデータベースとのリンクが貼られています。そしてまたこういう NBDC の RDF ポータル、明日の朝発表があると思いますが、こういうところにも載せております。でただ一つだけ今回進展があったのはですね、単に RDF 化するだけではなかなか PDF の PDB のデータって統合化するのは難しいところがありまして、ちょっとこれ見にくいですけれども、例えば PDB の中での2番目のリジンと、それから270何番目かのアランというのは、実はユニプロットの残機番号と全然違ってるんですね。でこれをなんとか統合化しないと、たとえ RDF 化しても全然統合化できないと、そういうことで、EBI がやっているシフトというそういう、サービスがあります。でこれを EBI も RDF 化したがっていましたので、 PDBJ の金城さんがこれを RDF 化して、うまく両方をつなぐと、そういうことに成功をしております。実際にはバイオハッカソンで開発されたファルドというものを使ったというふうに聞いております。でこういうことによってデータベース間の統合がうまくできたということになっております。下記ですけれども、 PDBJ のスタッフ、データイン、データアウト、それから B1B のグループ、そして RDF については DBCLS の川島様、それから NBDC の大久保様、そしてユニプロットと EBI のこれらの方々に協力を言ってました。それからこの人は大阪大学で UCSD との関係でインターンシップを受け入れたんですけども、夏休みにちょっと遊びに来た方にレストでもって先ほどの構造でどういうふうに統計が違うかっていうそういうものをその作ってもらったっていう、まあ、そういうことをやった方ですね。以上の方に謝罪をいたします。どうもご清聴ありがとうございました。